最近ね、見た情報の中に、ノーコード、ローコードっていうワードをね、目にしました。ノーコード、ローコードっていうのは、まあこれ突然なんですけどね、こんな話、まあいいですね、まあ動画なんで、まあ、こんな形の動画なんでね、別に我々 YouTuber とかじゃないし、はい。あれなんですよ。ノーコード、ローコードっていうのは、ちょっとあれなんですよ。要はソフトウェアというか、アプリの話ですよ。みんな大好きアプリです。みんな毎日使ってるでしょ。ちょっと私がメモしたやつ、これ音読しますね。ソフトウェアの設計情報となるソースコードを一切書かない、または少ないコードだけでアプリを開発することをノーコード、ローコードっていう、まあ何ですかね。まあそういう考え方、まあ何なんでしょう、概念というか。まあなんかあるらしいんですよね。まあなんかそういった考え方っていうのは、結構地味に昔からあるっぽいんですけど、ようやくなんかまあ、なんでしょうね、こう、環境というかね、まあ技術が追いついてきたっていうところもあるのかな、そういうのもあって、今改めてなんかそういったものが、なんか注目されているらしくてですね、なんかだから例えば、これメモしたやつ読みますね。ドラッグ&ドロップや簡単なテキスト入力で操作できるサービスが多いって。本格的なプログラミング言語の知識がない人でも仕事に使うアプリを作りやすく、開発期間の短縮につながる。として注目を集めている。まあ、アメリカの調査会社のフォレスターリサーチによれば、まあ、2020年のノーコード、ローコードのソフト開発サービスの市場規模っていうのは、まあ、日本円で言うと約7200億円に上るらしくて、今後5年間っていうのは、まあ、さらにね、まあ、大きな、まあ、ある程度の伸びが、こう見込まれるっていうことらしいんですよね。なんかこれすごく個人的にこの情報を目にした時に、いや夢があるなってちょっと思ったんですよね。なんかやっぱりあれですね、まあ今すごく散々ね、まあこういったコロナとかの影響もあって、まあ DX ですね、デジタルトランスフォーメーションやたらね、なんかこう、至るところで、もう連呼されてるイメージがありますけど、やっぱりそういったものをこう進めていかないといけないっていう、社会情勢、中にあってね、まあだからこそ、このノーコード、ローコードっていうのをこう進めていかないといけない。っていう状況らしくて、だからこれが注目されてるんですよね。そう、開発期間の短縮につながるっていうところで、そうですね。こういったものがこう求められていると。Google とかもね、やっぱやってるらしいですよ。なんか、かなり力を入れ始めてるっていうようなことも、なんか、見聞きしましたね。要は、そう、なんか例えで書いてあったんですが、ワードプレスってありますよね。ホームページとか、こう、ブログとか、そういったものは何でしょうね。まあ、ある程度、こう、何でしょうね。プログラミングとか全然なんだよな。そんな別に勉強しなくても、本当になんか、作れちゃうような、便利な、こう、ツールがあるんですけど、まあ、私もね、なんかそこを利用したりもしたことがあって、作ったことがあったりもして、なんかホームページとかブログとかね、なんか
前の話ですけどね。あれ、なんか本当に素人でも全然作れちゃうんですよ、簡単なものは。こう、直感的にね、なんかいろいろこう、オリジナルな感じにできたりして、なんかすごく便利なツールがあったんですけど、要はなんかイメージは、まあ、ノーコード、ローコードっていうのはそういうものをイメージしてくれたらいいみたいな。なんかね、こう、夢がありますよね。まあ、ちょっとなんか、巡りながらね、やれば、なんか、ね、近未来というか、まあ、近い将来、もしかしたらね、こう我々のような人たちも、アプリとかがね、簡単なアプリとか作れる時代が、おそらく来るんじゃないかなっていうところでの、まあ、すごく夢があるなーって、今、すごく感じます。なんか、すごく希望がありますよね。なんか、妄想が膨らみますよね。結構やりたいことあるんですよ、割と。そういうなんか、プログラム、まあね、どこまでできるかもわかんないですけど、なんかね、やっぱそういうプログラミングのスキルっていうのがなかなかないと、まああれば、逆になんか、自分こういうことやりたいなって結構この、なんでしょうね、本当に、何年ぐらいですか。まあ5年。5年、それ以上ですかね。まあ、だけどスマホが本当に普及しだしてからなんですかね。いや、だけどそうでもないか。まあ、なんか本当10年ぐらい。結構、ただのね、活動の中でも結構ね、ああ、自分になんかこういうなんかプログラムのスキルがあれば、こういう、なんでしょうね、ページ。例えば、そう、ホームページというか、そういうものなんかこう作れるのになーというか作りたいなーって結構感じたことはなんか何度もあって、なんかね、本当より簡単になんかアプリとかなんかいろいろこう作れる時代がね、このノーコードローコードっていうのがどこまでね、どの程度こう障壁を下げてくれるのか、それはちょっとわかんないですけど、まあなんか期待したいですよね。なんか、ほんとくだらないアプリとか、ね、なんか、もう生まれてくるんでしょうし、もし、障壁が大きく下がったら、そういうのいじってみるっていうのもなんか面白いじゃないですか。っていう話です、今回は。まあ、大した話じゃないんですけど、まあ、なんか夢があるなっていう情報を、一応ね、なんかシェアしておきたいなと思って、今回は話しておきました。